東口空中保老開通前の西口恵庭駅は北海道恵庭市あよい,い町にある北海道旅客鉄道千歳線の駅。恵庭市の代表駅である。駅番号は H10。電報略号は a に。副駅名称は北海道文京大学前。北斗、鈴蘭などの特急列車は停車しないが、かつては急行、千歳が停車していたほか、現在では 快速、エアポートが、全列車停車する。1976年の恵庭駅と、周囲約1キロメートル範囲。左上が、札幌方面。島式ホーム一面2線で駅舎前に、ホームはなく福本線が敷かれて貨車が留置されている。駅舎横の札幌側に、高湯貨物ホーム、そのさらに北に、主に石炭受け入れようと思われるヤードへ、それぞれ引き込み線。 駅裏の副本線の外側に3本の留置線、そこから駅裏北側の木材土場用の積み込み線が本線に沿って左上の自動車教習所近くまで伸びる。また留置線の南側通路線からは石膏ボード建材メーカーへ専用線が引き込まれている。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに 作成ホーム有効長128メートルで相対式2面2線のプラットフォームを持つ京城駅。島松駅が管理し、北海道 JR サービスネットが駅業務を行う業務委託駅であり、緑の窓口、自動券売機、自動改札機、エスカレーター、エレベーター、キオスクを設置している。2002年3月のダイヤ改正まで快速。 エアポートは当駅には停車していなかったため、運転士への注意を促すため、駅手前には、絵には注意、快速停車と記載された注意喚起の標識が設置されている。その後も当駅ではたびたび列車のオーバーランが起こっており、2007年5月から6月にかけて、快速、エアポートが誤って、当駅を通過する事故が3回発生している。京上駅車化される前は、 島式一面二線であった。江庭市統計所によると、近年の年度別乗車人員の推移は以下の通りである。なお、2001年度から2006年度の乗車人員の単位は100人、2007年度以降の乗車人員の単位は1000人である。西口は、江庭市役所、江庭市民会館、札幌法務局江庭出張所、江庭市交流プラザマナビ館、 アルファコート緑と語らいの広場への最寄り口であり、東口は、エ庭市総合体育館、北海道文京大学、北海道安全衛生技術センターへの最寄り口になっている。西口周辺は、土地区画整理事業と市街地再開発事業を一体的に施行し、エ庭市の玄関口にふさわしい街の顔づくりを進めるとともに、交通の利便性を活かした。 都市機能の導入を目指している。2015年に、アルファエニワ駅西口再開発ビルがオープンし、空中保浪によって、エニワ駅と直結している。ありがとうございます。